Oke, langsung klik. すまないが、契約は完遂できなかった。ココナッツ羊というハンセンの獣に心当たりがないんだ。あ、がっかり。大丈夫だけど、がっかり。こんなしょんぼりするナナを見てたら、なぜだかすごく申し訳ない気持ちに。Chichi, do you have any other clues? What do you need this Gogo code for? うん。ココナッツ羊のミルクは美味しい。普通の羊のミルクより美味しい。だからきっと、ハンセンの獣。ごめん。ナナは記憶力が良くない。だから、あのミルクの名前を書いた。探してみる。そうだ。これだ。美味しいミルク。ココナッツミルクだ。え？ふん。すまない、二人とも。七条と対等な立場であるためによく考えもせず軽率な契約を結んでいた。なあ、大丈夫だ。勝利リエユエにも諸行無常って言葉があるだろう。誰もこんな結末予想できないって。あれ、ナナ何か悪いことでもした？ごめん、オイラは子供の夢を壊せない。お前に任せるぞ。It's time to tell you where coconut milk come from. It's all begin with the fruit of the coconut tree. Okay, satu.ナナが何やら考え出したぞ。 She just need time to work through it. They all need to grow up sometimes. 有意義な人生の授業でしたね。ナナがお世話になりました。お前は？ Wah, ini kayaknya kayaknya ini karakter baru ini.Yang bisa、kayaknya playable. Tapi gak tahu sih, lihat. Ntar ada kayak yang di karakter-karakter ini gak yang ada elemen-elemennya itu. 失礼しました。私はこのフボクロの店主、白術です。Itu ada elemennya itu. Elemen dendru. Kalau hijau itu. Berarti tumbuhan ini nanti.ナナじゃなかったのか？この首に蛇を巻いた変わり者が天守？かわいそうに。ナナでさえ十分単純なのに、それを上回る単純なやつがいるとは。ふい！蛇がしゃべった！Wow, a talking snake.Nothing in Liyue suppress me anymore. Nothing. 喋るつもりはなかった。常連さんならまだしも、一元さんはびっくりするからね。でもこれ以上黙ってると、私は引き出しの中にいる蛇の干物たちと一緒だと思われてしまう。こちらは調整。悪意はありませんからご安心を。さて、ナナのおふざけに付き合ってくれたことはさておき、皆さんがここに来たのは何のご用ですか？こちらに衛星光は置いてるか？ああ、衛星光ですか。もちろんありますよ。はあ、よかった。
少なくとも無駄足にはならなかった。300万モラで上質なものをご用意します。 What? Mahal banget. You might as well just rob the golden house. 3 million. Okay, 2. でも今は七星が黄金屋を使ってるから強盗は難しいと思うぞ。300万。特に気にしたことないが、一般的に見れば確かに少し無理があるな。そんな大金オイラたちが払えるわけない。勝利ならもっと払えないだろう。確かに。Is correctly no same。 どうすればいいんだ。また講師に助けを求めるしかないのか。ココナッツ羊面白すぎる。君たちそんなものに振り回されてたんだ。人の不幸を喜ぶな。涙が出るくらい笑わせてもらったよ。さて、君たちのおかげで笑えたし、この問題は俺が解決してあげよう。白術さんかな。俺はファデュイの執行官、講師だ。今後のためにこちらと協力関係を結んでおくのも悪くない話だと思うのだけど、どうかな。不墨路に必要であれば、ファデュイがココナッツミルクの仕入れ先をリサーチしておこう。あ、ファデュイはそういうのが得意だと聞いたが、この不墨路がただのココナッツミルクで買収できると思ってるのか。ココナッツミルク、ココナッツミルク、白先生、ココナッツミルク。わかりました、わかりました。では講師殿、よろしくお願いしますね。この衛星光も特別価格で299万モラにしましょう。Diskon 10 ribu doang anjir. 300万と299万じゃそんなに違わないだろう。299万。特に気にしたことないが、普通に考えて確かに300万より1万安くなった。さて、問題が解決したならそろそろ玉境台に戻らなければいけない。講師殿、店主殿、七条、ではまた。面白いやつらだ。こんなに笑ったのは久しぶりだ。それで俺が来る前からここに潜伏していた君は何か聞けたかな。はい、講師様。彼らは七星が黄金屋に。なるほどなるほど。行幸、それと七星ね。奴らが黄金屋に隠したいものなんて先祖の亡骸以外に何があるというんだ。すまない、でも忠告はしただろ。リーウェには壁に耳ありということわざがあるとね。Oke, dapat everlasting buset harganya. さて、これで労働者は雇えたし、
衛生校の準備も終わった。儀式の用意が全て整うまでそう遠くないぞ。はあ、やっとだな。どうだ旅人、この岩神を送別するための旅の中で何か収穫はあったか？ It's been odd. 変わった？ I'm not sure if we have been living the high life or experiencing the struggle of the poor. Satu apa dua ya? Dua aja lah. どうだろうな。旅の中の疑問はいつだって複雑だ。Sorry, tadi pilihan gua satu. 旅人が見聞きしてきたことは、旅人自身がゆっくりと味わえ。そうだ、共に送船儀式を準備してくれた礼に、お前に地層をおごってやろう。To treat you to a meal. Songly treating? Wow, amazing. Ini, treating. Treating ini kalau gak salah...mentraktir ya. Treating. Treating mengobati. Treating. Treating. Okelah, satu. Hmm? Ah, 安心しろ。今回はちゃんとモラを持っていく。今夜、お前を市場でも評判の港の老舗へ連れていく。港の老舗？酒の店か？そうだ、埠頭付近の三杯酔いで待っているぞ。テイ君のご加護。ウォー、ナイ40。ダイニー。Bisa ini buat lawan bos sisanya. Sama nyari Leyland. Ntar Leyland biru. Ini kan duit 52. Nah, nyari yang ini loh. Gold. Oh, Heroid. Tadi kemana tadi? Ganti jam.注文は俺がしておいた。この三杯酔いはモンドの酒場とは違うぞ。ここの店主はジュースのような空気の読めない注文を断るからな。 So does this mean I can order wine this time? だからお前には酒造団子を注文しておいた。 I guess I should have expected this.皆様さえよろしければ、行幸様の軍玉閣のお話を再開いたしますよ。おお、講談師がいるぞ。いい雰囲気の店だな。市場での評判を得るには、美味しい酒の他にも環境が大事だ。しかし、ここで言う環境と、テイワット観光ガイドに書かれるような酒場の環境は別物だ。皆様ご存知の通り、この港の上には雲上の宮殿、煙火の暗宮があります。天へ届くかのごとし諸行とはいかなものでしょう。ご覧ください、これこそが行幸様が築いた天へと通ずる産業でございます。晴れた日に宮殿から外を眺めれば。Harusnya ini agak malam ya, biar lampunya kelihatan jelas. Siapa ini?
を貫入。絶景から、リー・ユエ港の景色の大半を一望できます。陽光様は何か大事があるたびに人払いをし、3名の腹心だけを連れてこの軍玉閣を訪れます。腹心を連れて何をするかって、それは腹心に情報整理や書類の処理をしてもらうためです。書類が次から次へと壁に貼られ、それは多いほどいい。しかし白い壁が書類で埋め尽くされる前に、陽光様は決断を下されます。その後、彼女は全ての資料を細かく割いて紙切れを窓の外へと放るのです。その様、まさに壮観。ゆらゆらと揺れ落ちる、それはまるで突如現れた雪と見まがうほど。紙切れに書かれた文字は、このリーユエの商人が見れば雪の上に落とされたインク、実に目に留まります。このような詩があります。ひょうひょうと雲上から落ちてくる雪、一辺の文字でも頂上なり、一年で山河を飲み込む勢いなり、天堅を尊ぶこと誰しもが知る。考えてみてください。紙切れとはいえ、陽光様が策を練るために用いた考えにどれほどの価値がおありか。それが1枚や2枚少しでも多く手に入れば、陽光様の指の隙間からこぼれ落ちる利益を同業者よりも享受できる。天堅陽光、最近この名前をよく耳にするよな。リーユエの人は彼女の話をするし、ファデュイは彼女を嫌うし、先祖の亡骸を隠したのも彼女みたいだし、ゲーセン儀式でも一回見たような。一体どんな人なんだろう。やっと見つけました。絶雲の間から帰ってきたもの。誰だ。パイモン・ビコタク。待ってください。私は戦艦軍でも、あなたたちを捕まえに来たものでもありません。確かにリーユエ七世の使者ですが、私はカーン、月海邸の秘書です。あなたたちに会うためにここに来ました。正確に言いますと、本職は七星全員の秘書ですが、今回は一時的に陽光様の特使として参りました。おお、噂をすれば陽光の使者が現れた。絶雲の間から帰ってきたもの。この場で礼儀が十分に行き届いていないこと、お許しください。しかし、私が持ってきたこの手紙は、陽光様が天堅として正式に出された招待状です。あなたを空中宮殿に招待いたします。招待状だって。そうです、陽光様はこう言いました。彼を連れてきなさい。彼に会うわ。軍玉閣で彼と一緒に煩雑な暗流の糸を一本ずつ断ち切るから。Yep, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!